女王は、中国戦国時代の義の君主。聖は姫、氏は義、忌み名はつぐ、慶王の子。紀元前319年、慶王が死去すると、後を継いで、義王となった。紀元前318年、蘇、聖、朝、藩、縁の軍と共に、旗を攻撃したが、観光関で敗れて撤退した。紀元前317年、西軍に三つを攻め破られた。 紀元前314年、旗の落ち里室に極欲を奪われ、義の高孫広氏は騎士門に敗走した。紀元前313年、旗の求めに応じて、孔子を義の大使に立てた。女王は旗の慶文王と隣身で会合した。紀元前312年、聖を攻撃した。旗と共に燕を攻撃した。紀元前311年、 義の将軍の敵将が栄を攻撃した。栄を擁護した、清涼軍を弁官した。紀元前310年、女王は、旗の部王と隣身で会合した。真の長義や義明が義に基準してきた。長義を最小としたが、翌年に死去した。紀元前308年、女王は、旗の部王と王で会合した。紀元前307年、旗の高村官が侵入し、 川氏を包囲した。将軍の敵将が救援の軍を発して川氏の包囲を破った。紀元前305年、旗が武王公義に帰国させた。紀元前303年、旗の攻撃により保藩、養親、風良を失肝した。紀元前302年、女王は旗の武王と隣親で会合した。旗が保藩の地を返還してきた。紀元前301年、 旗と共にスワイを攻撃した。紀元前298年、聖夜藩と共に新軍を観光関で撃破した。紀元前296年、旗が川外の地と風量を変換してきたため、降和した。この年のうちに女王は死去した。在位23年、大の安二2年に旧軍にあった王母が盗掘され、服装されていた数種の畜巻が見つかった。 この地区間は旧塚省と総称されている。ありがとうございます。